子です。皆さんこんにちは。1月も今日で終わり、あっという間でしたね。さてさて皆さん、先日いよ子がご紹介したみきゃんパーク梅心寺、もう行かれました？1階には約200点のみきゃん関連グッズやみかんジュースが出る蛇口があり、実際にみかんを搾汁している様子も見ることができるんです。2階には県内産柑橘を使ったパフェやソフトクリームが楽しめるカフェが設置されていて、あー時間が足りない。この続きはまた今度、いよ子のじらし作戦です。うふ。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。